た。君の中のすぐ分かった。あ、いると思って。今、いや、一番閉まってると思ってさ、やべえ、連絡しないとと思ってた。ちょうどですね。よかった。じゃあ3番から行こう。同じ電車乗せたよ。俺もギリギリ着くってか。いや、いや、ダメだ。ダメ。無駄にされるから、すぐ回すじゃないですか。ご飯もまとめ。おしゃれだよ。じゃあ、どれ一枚書いた方がいいかな。なんか自分で会計行けっての。あ、はい。その方がいいかも。すぎて頭おかしくなって。メニューの場所も覚えてるでしょ。それ覚えてる。すぎ。左下でしょ。すぎ。まあ、チェンスイタンから早くコラボ以来来いよって話だよね。コラボ以来待ってます。コラボじゃないの多分。もうでも線の壁ってなんかあるイメージありますね。線を越えたらなんかちょっと YouTuber というか。そうね、ようやくそこで YouTuber って言いますよね。4桁あるから。すぐ行くよとか言って。頑固い台湾 YouTuber が先輩に来て。先輩風吹かしてくぞ。先輩風吹かしてるよ。これ食べたら伸びるよとか言ってサンニーバイローとか頼ませる。サンニーバイロー食べた。台湾男子、台湾おじさん好きだから。まあ、台湾のね、まあ、食べたらしい。なんで今日あれ頼まなかったの。大きいのにしなかったんですか。ああ、まあ今日はもう飲料飲んできた結構。大丈夫っす。なんか日本でもあるよね、これ。なんか日本でも2回ぐらい飲んだ気がする。エイズマ、うん、チュンシュイタン。すごい、今日本で多分、うん、もう30店舗超えで、うん、そんなに。働けっぽい。じゃあ2年しっかり働いたんですか。2年しっかり働いた。いやいや、はい、リーハイラパー。いいに行くつもりもなかったし、特に勉強したいことなかったから。そう、いいにね、卒業したら就職しやすいと思う。そうですか。新卒の方が多分就職しやすいと思う。なんか、うん、美味しい。うん、初まーん。よかった、よかった。それ何担々麺。めっちゃ飛んだ。ごめん。うん、これはね、豆乳担々麺。大丈夫です。何これ、めっちゃおしゃれじゃん。おい、なんかおしゃれなの。ただのジャスミン茶になっちゃった。それはシノシロをいただければ、ね、自分の。あれ、入ってないですよって言おうとしたら2杯目。大体俺2杯飲んでるからな。うんうんって。ちなみにね、新 ETN の時は2杯飲んだ。違う、中山か。違う、中山って言わないんですよ、あそこ。男子。台中も行った。なんか私、経験年齢の時に台中の日本語のブログを書いてたんだけど、なんか、血をついたんで、タピオカミルクティー作る体験みたいなの。私それ見たかった。すごい。そこの時に、今、なんだ、ググアンに1個出してるんですけど、星のリゾートググアン。グーグアンってどこだ。台湾。谷に、うん、関係の関、温泉の方だから、もうちょっと南。全然知らないわ。南東、南東支援。南東だと思います。南東、台南だへん。っていう時のタイミングで、コロナ。いや、今もう出てるんですけど。出てるんだ。絶対こいつだ。間違って編集ミスしないでよ。乾杯いただきます。つつつ。カリカリのチョコいただきます。うん、おいしい。おいしい。おいしいやつやった。やった。ダオチーって言うんだ。いや、そんな駅弁と一緒にしちゃダメっしょ。駅弁に入ってるあれ。ハイグマジです。セントラル基地一緒かな。あれって。私まだ食べたことない駅弁。やっぱいいけど、なんか油っぽいのがあんまり嫌なんだよね。ご飯の上に全部乗せてるのが。ああ、だってご飯に全部いきますよね。あれも食べるけど、あえて、まあ、そう。頼まんというか。他に選択肢あるからね。
日本で駅弁食べて感動したもん。油っぽくないって。いや美味しい。もう台湾長すぎ。それはこんな美味しいの。日本の駅弁も食べたことないかも。マジ？それは、すごい。新幹線乗らないんですよ。あ、そっか。大阪行ったらそうか。そうで、旅行も大体海外だったから。大体関空から行くパターン。うん、関空から行くパターン。騙されたことないですよ、私。なるほど、今。全部、ビール全部。あ、美味しい。自己防衛してる。こいつめっちゃ飲ますからって俺印象悪くすな。印象悪くすな。本当のこと言う。あ、バンチャオも行こう。次回はバンチャオで。今天真的好玩，好好玩哦。OK， 拜拜。Thank you.